はい、どうもニーナです。それではデスストランディング続きをやっていきたいと思います。この半物質爆弾をね、マウンテンノットシティに送り届ける道半ばといった感じですが、続きをやっていきましょう。ゲーム立ち上げる前にね、アップデートが入ってまして、まあ、何かし変更点があるんでしょうけれども、大丈夫かな。お、あそこ運んでったら星1になるんじゃないっていう、みんな俺がいてよかった、あれでしょ再び同じ幻想に取りつかれる人でしょ。多分無理なんだよな。1個50でしょ。50いいねごときじゃ多分無理なんだろうけど、はい、完全にただ横道にそれただけでした。受注する際は配送まずにアクセスしてください。よし、行きましょう。もう一回やるみたいな。これで、ここら辺に渡れるかな。何せ川はあと、2、3回渡らなきゃいけないんだよね。この辺に橋はあんのか。ただこっちで橋渡っても、みんなこっちのルートを通ってるってことかな。俺は新たなルートの開拓になっちゃうのかな。ミュールのね、ミュールというか、テロリストというか、奴らの支配地域を避け、まあ、転んだりとか、まあ、ちょっと衝撃あっただけでも危ないという話なんで、あまりね、余裕がないと思うんですよ。銃で撃たれたりとかしたらね、普通にもう、なんていうの、荷物を狙ってきてるというか、私を狙ってきてるついでに、爆弾にも衝撃を与えてしまうというね、不可抗力で、ここ一帯をクレーターに変えるというね、そんな恐ろしいことにはならないようにしたいんで、ちょっと迂回してね、行きましょうか。だいぶ川渡ったりしたせいでもヘロヘロなんだよね、スタミナが。かといってこの爆弾を抱えたまま一休みとかしていいんだろうか。あまりにも限界を感じたら休むしかないだろうけど。川多いね、ここ。ペース落とすな。ペース落としたいよ。君のスタミナがかなりやばいんだけど。雨降ってきたしよここで雨降ってくるか。どこが一番川幅が細そうかな。ここら辺かな。ちょっとここら辺に、こっちか。だいぶ来ちゃってんのか。え、ただそこ渡ってもすぐ右も渡らなきゃいけない。いや、そんなことないか。あっち側行かなくていい方向か。山すげえな。雨は降ってきちゃったし、荷物は劣化してっちゃうし、こりゃ大変だぞい。だよね。プライベートルームで休みましょう。この爆弾をショットもプライベートルーム入って大丈夫なの？よし。ここは川幅狭そうなんだよな。流れはどう？深さはどう？結構深い。これはしんどいぞ。お、水が欲しい。そんなに疲労が。水飲んでももう回復しないよな。げっ
嘘でしょ。赤はやばいんだよな。赤はやばい。赤はまずいぞ。あそこ赤途切れてんの？途切れてはいるな。ただこれやばいぞ。ちょこちょこと進むしかない。しんど。ごめんね、BB。どっか近くにプライベートルームなかったっけ？疲労半端ないんだけど。まだ遠いなぁ。すげえまだ遠いなぁ。とりあえずどっかで休みて休もう。頑張っ。ちょっと寝てもいい？私も休憩すんの。私あれなんだよ、始めてまだ7分くらいしか経ってないんだよ。大丈夫？これ爆弾と共に睡眠中だけど。どう？こんな感じでちょっとサムネに使えますか？あ、BB がこっちにアピールしてる。なんだね、その可愛らしさは。ただやっぱそんなに高速には回復しないよね。よし、行こう。一応眠らない。肩をマッサージして、よし。少し回復した。行こうか。マウンテンノットシティ、私を待っている。向かってるんだよね、ちゃんと。変なマーカーを一旦外して、これこういって、この橋でオンラインセーフハウスを使い、ここを抜けていくって感じか。だから目標としてはここだな。OK。行きましょう。ちょっと荷物は、また今度にするわ。あ、でも橋見えてきたな。今急にね、欲が湧いて荷物を拾いに行ったりする。この優柔不断さ。そうだ、サム。結構重たいしね、今162キロか。
橋ね。よし、急いではいるものの、やっぱ今後まだ川あたりがあるでしょう。それを考えると、あそこのセーフハウスで休みたいという気持ちになるのも仕方のないことではないだろうか。スタミナの減り超早いもんね。まあそれだけ長距離歩いてるってことでもあるだろうけど。雨が降ってきた。そうだよな、ここからまた BT が出てきたりとかってなってくると、このスタミナだと息を止めることすらままならないパターンあるよな。これからだ。ちょっとずつでも エナジードリンクを注入しつつ、最大値はさらに減ったな。重っ。さすがにこんなに大きいと思わなかったぞ。うわ、雨ひどくなった。これはきついね。きついですぞ。いいとこに橋かけてますね。休もうかな。ちょっと休みましょう。そしてさらにね、仕事中なのに一杯引っ掛けていきましょう。これ一杯引っ掛けることによってね、スタミナの上限を上げれるので、いい大人が仕事中に一杯飲んだらクビです。こんな感じでね、上限を上げれるんで、次限界まで飲みましょうか。中毒症状を疑われるレベルですけど、まあ、酒なんでね、だんだんテンションが、サブのテンションがだんだん上がっていくのにご注目ください。何やろうとし、よせはい、という茶番はこれくらいにして、続き運んでいきましょうか。さてと、すっかりスタミナ、がっつり上げたんでね、
残り運んでいきましょう。方向は合ってんだよね。はしごとかあるけど、なんかタールの沼が至る所にみたいなこと言ってたけど、大丈夫かな？ BT いないかな？うわー、雨降ってる感じだね。あの虹が出てるってことは。これはなかなかですね。ですよね。このポストに少し荷物預けていくか。重い。この辺ちょっと預けて、いいねも食っときますか。預かった。雨がやっぱ危険物を運んでるせいか消耗が激しいんだよな。これこの川渡っちゃった方がいいの？どっかの段階で。ちゃんとあれ？あ、ギリ。きり水没しない。はいよ。来そうだな。荷物あったのにこっち側渡ってきちゃったけどね。ただいずれ渡らざるを得ないよね。渡らざるを得ないね。そんなに早めにファイラル通信のとこから出る必要もなかったし、他のはしごもきちんとあるじゃないか。ここからは本格的に山越えですかね。山越えの可能性もありますね。ここら辺からグッと登っていい？グッと登ってもどうなってるかわからんな。まあ、いいか、とりあえず登ってってみようか。こっち登るんだ。あ、こけたら終わりなんだぞ。もうちょっと丁寧にさ。うわ、めちゃめちゃ虹。何もなければさ、この辺で音楽がかかってきてさ、着いたぞーみたいな感じになるじゃん。なるかな。気がしてきたな。あ、なった。それを待ってましたよ。どういうこと？家が点在してるけど。怖い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 。怖いな。してる。靴が壊れそうだ。もうちょっと頑張って。
マウンテンの都市ってなんかそんなになんかあれなんだ、点在してる建物の場所なのかな。あ、雨止んだ。なんかいろんなところに点々と建物が、あ、あるぞ。あれあれ、ブリッジスの建物じゃないのか。おお、高っ。ここまで来て爆発するわけにいかねえかな。着いたぞ。この長かった危険物配送も終わりだ。スタミナのヘリ早っ。来たよ。すぐに付着したカイラル物質を洗浄。異常なし。ようこそサムポーターブリッジ。やっとこ来ましたよ、ここまで。長かった。はい、お納めくださいな、この危険物を。反物質爆弾。お疲れ様でした。結果を表示します。え？人が？大丈夫か？え？不安なんだが。ブリッジズ、どうして繋ごうとするの？あなたたちが作った繋がりはいいものだけを運ぶわけじゃない。遠ざけたいものをつなげてしまう。そのことがまだわからない。私たちはカイラル通信も UCA の加盟も拒否する。その声はママか。ああまあ、何を言ってるんだ。あの人は決して母親なんかじゃない。ママはふざけてるのか。いいかしら、もう一度言うわね。私たちマウンテンノットシティは UCA には加盟しない。都市をつなげば世界は DS 前の暗黒時代に戻ってしまう。一つの規範でみんなを縛る必要はないでしょう。都市の独立性を保った上で必要に応じて物資を運ぶだけでいい。十分よ。あんたがここの代表なのか。そうよ、ここの責任者。私はロックネ。ロックネ、あんたがあの技術者。おい、ちょっと待ってくれ。帰りなさい、あなたたちに用はない。あんたに頼みたいことがあるんだ。ブリッジズがしようとしていることは間違っているのよ。サム、すまない。彼女がマウンテンノットシティの責任者になっていることは把握できていなかった。現存するノットシティだが、その数は必要最小限にまで減ってしまっている。なんとかマウンテンノットシティを UCA に加盟させなければこの先もない。じゃあどうする。君には伝えてなかったが、サム、ロックネはママの双子の妹だ。もともと彼女も第一次遠征隊のメンバーだった。もちろんママと同じ後発隊だ。ママはブリッジズでのワークネームだ。本名はモリンゲン。二人は双子のドゥームスで天才的な科学者だった。
姉のママは応用物理学、妹のロックネは論理物理学のエキスパートだった。ママはキューピッドのハードウェアを、ロックネはソフトウェアを担当していた。どんなに離れてもお互いの声が聞こえる。二人は双子通信と呼んでいた。理屈はわからないが、しかしこれだけは言える。彼女たちはカイラル通信そのものだった。双子通信でいつも二人はつながっていた。そのおかげでキューピッドやカイラル通信を開発できたんだ。ママが事故に遭って二人の関係はおかしくなった。ロックネはブリッジズを脱退、連絡も絶った。理由は私にもわからない。このままロックネを説得できなければ我々のアメリカ再建計画は立ち行かない。ロックネが拒むのはママの事故に原因があるのかもしれん。どうしたらロックネがカイラル通信を受け入れてくれるか考えなければならない。二人に何があったのか、すまないが私にはこれ以上わからないんだ。君には何か思い当たることがないか、考えついたら行動に移してくれ。お疲れ様でした。そんな展開ある？ここまで来て。なるほど、双子か。なるほど。というわけでね、まあ、ちょっと長くなってしまったので、ちょっと説得を考えましょうか。ちょっと説得方法を考えていきましょう。というわけで今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また見てねー。